アメ様も局長です。ということで、昨日かな、ケプラーの真空のアップのスタジオチームのね、パフォーマンス動画上がってたんで、ちょっとそれをリアクション取っていこうかなと思ってるんですけど、まあ予告だけ見させていただいてたんですけども、めちゃくちゃいいです。イエスをめっちゃ期待してるんですよ。なんかめちゃくちゃ良かった気がするんで、とりあえずは期待してるんで、早速見ていこうと思います。はい、ということで、こちらなんですけども、いや、今回ね、この衣装も、なんか夏っぽくていいっすよね。これはミュージックビデオのやつではないですよね。ちゃうもんな。いやー、ここの癖ありますよね。ヒカルちゃんのところね、目線外すとこね。いやー。いやー、もうやっぱね、夏は金髪エースに限るな。もう一回レッスンいただいていいですか。いやこのさ、チヒョンもやっぱさ、この髪明るくて肌白くて、この海っぽいね、ライトアップしてるじゃないですか。これ合うんですね。冬の女じゃなかった、夏の女やった。チヒョンな。で、ヒカルちゃんのこの、なんかイエスのパート少ないどうこうとか言うてる人いますけど、イエスオペンかな。これイエスの曲やから。安心して。大丈夫。読むな。さすが。いや、だから4って結構可愛い夏よりかっこよく仕上げてくるんですよね。だから結構ね、このケプラーの9人の中でもこの曲に対してのベクトルが違うんで、これ逆にそういったね、なんて言うんでしょうね、幅が広くなってるというか、このザ可愛い夏だけじゃないのはメンバーそれぞれの個性が生きてるからじゃないか。いやー、バヘちゃんもいいですね。冗談と、いいじゃないですか。いや、ここもいやウインク上手や。シロちゃん表情変え上手やな。来たショーティ。いや、ちょっとすごいですね。ショーティすごいな、やっぱオーラがな。やっぱ赤髪が似合うんやな、やっぱな。あ、ここのコンビも最後。てか、ユジンめっちゃいいね。ユジンチッキもめっちゃ良かった。マジで。うわほんまに明るけど、ほんま、ヒカルちゃんが一番明るけどね。黒髪しかイメージなかったもんね、ガルプラの時はね。いやー、決めた。いやなんかやっぱお姉さんやな。チェヒョンってお姉さん味あるよな。年下男子が好きそうな感じやな、多分な。お姉さんやもんな。いやー、エジン。いやー、俺。ごめんなさい、ちょっとうるさかったな。これなんです。いやー。ここの TikTok 結構癖になりますよね。なんかこう、斜めからいって。これは多分考えられてた、作られたの。でも、ほんまの振りはこれじゃないんか。ミュージックビデオだけ。ガッチャはせえんの？あ、こうなんや。これの方が好きやね、曲調。さすが、キムだ。ほんまセクシーやな。やっぱだから、ほんまにさ、可愛い子いて、かっこいい子いて、セクシーな子がいるから、ほんまにね、面白いですね、この、パン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 展開が動いていく中で、いろんな夏が見れるというか。だからさ、結構さ、キッズ味強い子と大人っぽい子もいるわけじゃないですか。他のグループよりもそこは結構子が激しいかもしれないですね。それうまく使えてるんじゃないか。ここの使い方とかね、もうこのキッズヒカルとキッズだよの。彼の結構パワフルじゃないですか。彼のやーな、で年上組が入ってきてから。いやーさすがやな。パワフル様やな、やっぱな。あ、今のイエスいいっすね。ちょっと待って。見逃さんかったで、曲調。ここの表情、イエスってね、案外セクシーなんですよね。なんか、雰囲気的に、ね、サイズ的にはヨウンとか、キムダとか、ヒカルと一緒なんですけど、ここって結構パワフル、ね、パワーパフガールズじゃないですか。でもイエスってね、実はね、シャオティン路線やねんな。いやー。おー、上手やね。こういうとこ、バヘちゃんさせたら上手やね。
ですね。よーしゃいやー目がクリクリな、いいですね。いやーな、いやんか。あー今のかわいい、今のかわいい、待って撮るの、カメ面白いな、カメラな、ワークな。ロングに限るな、 K-POP アイドルはな、こう神で踊るからな。いやーヨーン、いや一つ言うけどヨーンはな、やっぱサラサラストレートなんかな、まあゆるふわとかね、忍者ポニーテールとか言うけど、結局このねヨーンほんまにねサラサラなんですよ髪ね。だからこれでなびかせるじゃないですよ。あーいやーもうちょっと今回やっぱ優勝、まあ個人的にはやけどやっぱりですよ。いや、メイクが変わったん。とかもうやっぱ K-POP のこのスタイリストさんはすごいね、やっぱりね仕上げてくるよね。いやーほんまにちょっとかっこいいもんね、ヨンよな。いやセクシー、やっぱキムチやな、やっぱな。その夏こんだけ弾けさせてくれたらさ、冬どうなんやろな、楽しみやな。次、あ、そうか、でも秋ぐらいなのかな。次、なあ。待って、いやほんま分かるこの大人っぽい感じで、その。いや。一発ぶち込んでくるの引かれたいですね。これちょっと待ってね。いや。なんかさ、まあ、別に、これ変な意味じゃないですけど、ここのパート、めちゃくちゃモモリンも好きそうな感じ踊るの。わかる？今ヒカルちゃん見て、ここのダンス、ダイスのモモリンめちゃくちゃ好きそうな感じするわ。いやー、ここのダンス、ぴょんぴょんダンスかわいいですね。やっぱこういうダンスがね、ケプラーの魅力を引き出すんやな。さ、ヒカルとモモリンの共演見た。頼むで、Mネットさん、どうにかしてよ。いやヨン。いやー、だってヨンとかもう一回見ていいですか。決めてくんねんな。この強弱はっきりしますよ、ヨンってね。いやガス。いやいい曲やな、改めてな、ほんまに。曲もそうやし、もう振り付けも可愛いし。いやほんまに。ここのさ、結構さ、真ん中開けてシャオティン歩いてくること多いじゃないですか。完全にこれ武器としてますよね。もう、てかほんまに多いと思うね。シャオティン歩かせたら、やっぱすごいの分かってるやろな。で、最後シャオティンで締めんだよ。いや。あ、ちゃうわ。これ最後じゃないか。あ、最後イエスなんや。やっぱイエスの曲や。そうや。いやー、ほんまスタジオ締めたら毎回面白いこと。え、何よ、え。うわーうーな。あらいやーパエスやな。いやーもういいな。おーいやービジュアルやで。いやーメイクやな、メイクが変わった完全に、吸い込まれる感じ。いやこの色もいいっすね、やっぱねツートーンもね。でいやーすーごい目大きいねー、えらおー、いやー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 スタイルよ、すごい案外ナチュラルやからな。いやーいいですね。いや、スタイリングめちゃめちゃええやん。やーん。はーい。ということで、やっぱ楽しい。アップ結構神曲な気してきたね。聴けば聴くほどや。あ、普通にいい曲やなと思ってたんですけど、改めてずーっと聴いてたら、その振り付けも含めてめちゃくちゃいい。
大好きになってます。はい、ということで、まあね、成績のこともいろいろありますけど、やっぱりね、何や言うても音楽って楽しんでなんぼやから、皆さんも楽しんでな、このカムバック活動な。はい、ということで皆さんが思ったことを、ぜひコメント欄にも書いていただければなというふうに思っております。今日も最後まで見ていただき、ありがとうございました。